も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は懐かしい夏メロ、狩人のあずさ2号、こちらの曲をこの小さいウクレレでやってみようと思います。なんせ私長野県出身ですからね、あずさ2号と聞くとなんかこうねビビッとくるんですけど、まあ乗ったことないですけど、はい、やってみようと思います。最初のバージョン、いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流シンプル簡単バージョン、後半はかっこいいバージョンです。あのフォークのあの寂しい切ない感じが出るようにかっこいいバージョンやります。2バージョン最後までご覧になってください。さあ大好きな曲、憧れの曲、カラオケで歌ったり CD 聴いたりするのもいいですけど、楽器と一緒に歌う弾き語り、これぜひ皆さん始めてください。ウクレレね、もうめっちゃ簡単なんです。ほんとすぐできます。音楽もう諦めてた方、楽器演奏は無理と思ってた方、ウクレレだったらねすぐ弾きます。しかもこのガズレレのやり方だとねもう本当にすぐできますから、簡単だけど、はい、始めたらわかる、奥も深いんですよ。だからハマれて飽きないですからね。ずっとこれから音楽やる人生やりましょう。もうちょっとしたらこういうリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしてもらって、上から順番に動画見ながらウクレレ触ってるだけであれもう私できてるんじゃないかとすぐできるようになりますからね。YouTube ですからいつでもどこでもスマホでも見れるし、ただこれがいいです。気楽に始めましょう。じゃあリンクここに貼りますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽がもう1000曲以上アップロードされております。全部ウクレレで簡単に弾けるレッスン動画になっています。今日みたいな昭和の夏メロとか歌謡曲から最新 J-POP、定番 J-POP、洋楽ハワイアン、アニメの曲、映画の曲も何でもかんでもウクレレで簡単にやろうということでやっております。さっきのリンク先のところに行くと、曲名、歌手名で検索できたりとか、ジャンルボックスから探せたりするようになっています。そんなことで音楽を聴くからやるに変える。いいと思います。じゃあ始めましょう。あずさ2号狩人。ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。2号
ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。もう切ないですね。もうなんと歌詞読んでるともう泣けてくる感じの切なさですけど、それを音楽で、まあね、ハートを表現する音楽ですから、はい。今のはもちろんショートカットバージョンですよ。フルでやりたい方、コード進行これを軸にしていただいて、2番の歌詞を書いてね、オリジナルの楽譜、完全版作って自分で演奏してみてください。動画のテロップと一緒に弾けた方も自分で書いて、自分だけの演奏をしてみるのをおすすめします。その時の参考になるように私のノートを、書こうと思うんですけど、今日ね、ちょっと、面白いというか失敗しまして、これピンクに枠囲ってるじゃないですか。これね、私、演奏してる時はね、これコピー取って、目が泳がないようにしてるんですよ。これ、こんな感じで書いてるんですけど、間違えてノートに書いちゃったんですね、最初。まあまあ、わかりやすいと思うんで、まあ見てください。前奏がとにかく長い。前奏長いんですよ。で、ここ、いつも言ってるんですよ。このくるっと囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで出てきますけど、B7 ってコード後半のかっこいいバージョンではやりますけど、今のちょっとね、これ詰まってるんですよね、すごく。ワンブロックが短いですよ。はい、ここ表記、動画のテロップで見た方がいいかもしれない。まあ、一応これも間違ったりないです。同じです。ちょっと短く書いて、まあ、ショートカット表記にしてますということで。で、こっから歌が始まります。一時停止でメモっていってください。ちょっとわかりづらいという方は動画のテロップを一時停止して、まあ、メモってもらっても、もうそっちの方がいいかもしれません。はい。まあ、一応ね、こんな感じですということで。はい。ですか？こんな感じですね。曲はですね、シンプルなんですけど、この下見てください。いろいろ書いてあるでしょ。後半のかっこいいバージョンではいろいろやるんですよ。これがまた奥が深いというかですね。はい。キメもたっぷりあります。楽しみにしておいてください。今のは超シンプルにやったんですけど、一個だけ、伸ばすとこ。青春なんですのとこですよね。青春なんです。ここのところ、溜めるんですよね。溜める。テロップにも書いておきましたけど、そこだけ今、シンプル簡単バージョンでやってみました。はい。はい、じゃあ出てくるコードを解説しましょう。今やったシンプル簡単バージョン、このコードです。結構ありますね。まあでも、シンプル簡単バージョンのならではのコードです。いきますよ。Am、C、A7、F、Dm、G7、E7、Em7 ですね。はい。このコードいきました。1、2、3、4、5、8個ですけど。このコード、はい、これ、ガズレレ必須コードです。これはですね、ウクレレやる方がまず最初に覚えてもらいたい超入門コードの集まり。10個ぐらいあるんですよ。でも、10個もあるのかと思いますよね。でも、1個ずつ見たら超簡単ですよ。指1本で押さえられるコードもいっぱいある。でも、10個覚えると思うと、ちょっとコツが必要。解説してます。ここにリンク貼っておきます。このね、動画でね、もう、スーッと覚えられますから。コツがいります。10個覚えるには。その動画で楽しくコードを覚えましょう。で、このガズレレ必須コードを使って4つ引きで今シンプルに弾いたのが今のバージョンだったんですけど、ではここからかっこいいバージョン入っていきます。かっこいいバージョンではまずコード2つ追加ね。これかっこいいんですよ。まず1個目のこの B7 ということ。これはイントロでほんのちょろっと出てくるだけですけど、まあ一応やっておきます。ここにね、B7 って書いてある。はい。B7。はい。これはですね、押さえるとこ。こことこことここ。こんな感じで押さえるのがいいと思います。ちょっとね、これ初心者の人はね、押さえてみると分かるけど、流れで押さえるとちょっと難しい、軸が変わるから。で、慣れてる方は2フレット全部押さえて、ここちょい立てる。これでもいいですよ。2フレット全部とここ。これでもいいです。どちらでもお好きな楽なハート思う方でいいと思います。はい、あともう一個、次のコードは、これはたまに出てきますね。E7 サス4です。E7 サス4。これはね、シンプルです。E7 というコード、入門コードで E7 というコード、こういうコードがあるんです。人差し指に注目。こっちにやったら E7 サス4、E7。E7 サス4から E7。こんな風に使います。ここ何箇所が出てくるんで注意しておいてください。で、あとリズムなんですけど、前半部分はドン、アルペジオでいいことが切ない。細い、こう、綱渡りのようなこう心の駆け引きを表現してます。この寂しさ、このアルペジオで表現。これはいいですよね。途中から、B メロ、さよならはから16ビートのチャイキが。いつまで経っても、これ16ビートのシャが出てきちゃいましたね。これはですね、ちょっと、かっこいいんですけど難しいということで。一応今日出てくるのこっち。アルペジオと16ビートのシャ。この2つのリズムの弾き方ね。ここにリンク貼っておきますよ。はい。そこで、それぞれの動画で練習してみてください。で、アルペジオはですね、こう、ちょっとね、練習するとできるようになると思いますが、16ビートのチャっていうのがちょっとこれ奥が深い。8ビートというリズムから始まって、8ビートのチャになって、16ビートになって、16ビートのチャ、こう階段を登るように体にね、だんだんこう染み渡せるようにマスターしていくんで、やってみたい方は8ビートからちょっとね、練習してみてください。それでは決めの方行こうと思うんですけど、結構いろいろあります。まずこの A の2番の A メロの最後のところなんですけど、ここ、
ここ Am のところでダダ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 って溜めといて、ここ見てください。これで1弦の0235って書いてあるんです。 Am を押さえて1弦の0235テロップで表すとこういう風になるんですけど、ここの最後のブロックはAm を押さえて今いると、1弦って今開放弦だから0ですよね。0、2フレット、3フレット、5フレット、こうやって、0、2、3、5とこう上がっていこうと思うんですよね。はい。そこで、ちょっとそこ再現してます。ここ決めなんでね、ちょっともう一回やってみますね。そのちょっと前からやってみます。変えてくれると思いたいので、分かった？ 3 つ3連でダカダン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 、こんな感じでやってみると思います。0235でダカダンダカダンダカダン、ここの決め、こんな感じでやってみようと思います。これはオリジナルアレンジですけど、ちょっともう一回ね、会えてくれると思いたいのです。さよならはという感じです。でげでんでげでんでげでんでげで、ここ決め、ここ結構大表にこうゾーンと次に繋がる感じでやってみようと思います。そしてですね、ここ B メロの、さよならはいつまで経ってものところのに、さっきのところ出てきて青春なんです、青春なんです、ここのね、ここなんですっていうところは、これ2拍3連というリズムなんですよ。だん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 、これね、ちょっとこれ真似してもらいたいんですけど、ちょっとやってみましょうか。にとってあなたは今も一つの青春なんです、こういうためですね。だんだんだんばーん、これためる、2拍3連とかあんまり難しいこと考えない方がいいもんね。だんだんだんってこうためる感じでやるって、もう一回、私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです、で E7、 E7 ですよ、E7 なんです、あ、E7 サスポーか、はい、こういう風になって E7 サスポーから E7、 ここで繋がっていく、溜めてから E7 サスポー、はい、ここポイントになります。はい、次サビです。サビはですね、とうとうドンカッティングが出てきちゃいました。カッティング、カッティングもあったり、これカッティングもありました。さっきのリズムのいろいろなところにもカッティングの演奏の練習の方法はありますので、ちょっとカッティングもちょっとやりましょう。どんな感じでやろうか、ちょっとこんな感じでアレンジしてみました。ワン、ツー、8時ちょうどの暑さに5で、はい、ダーカカタンカカスカダーツタ、はい、Am が最初に一発でいくでしょ。ガーってやったら触ってカチャって音鳴らす。Am G7、はい、こういう決めにしてみました。8時ちょうどのダーツパーカノンンパーツパーダーカカカカカカカーツタ、はい、Am G7、 こんな感じです。これをですね、まあ一応私がねここに書いたんですけど。これがね、面白いですよね。はい。だったか、たった、たった、がーたか、こんな感じですよね。はい。まあまあ、ちょっとこれ、口でもうちょっとやってみる？ワン、ツー、スリー、フォー。がーたか、たっ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 か、はい。はい。ちょっとゆっくりやると、Am、かっか、かっか、Am、G7、G7 アップだね。だーみたいな。カッティングが入った決めですね。ここは一番もう大サビなんで、こうワイルドに行きたいんですけど、ここ結構インパクトがあるんだけど、バッチリ決めて、その後また続きます。ここがね、またここもね、渋くかっこいいんですよ。私はあなたからと、この下に、だん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 だ、これは F をダッタッタッタって弾いて、ここ、タッター、だんだんだん、ここも2拍3連というリズム。タッだー、だんだんだん、このだんだんだんを旅だに合ってますからね。ここはフィーリングで分かると思う。ちょっと、さっきのところでやってみようか。ワン、ツー、八時ちょうどのスパン、スパン、な、あるのにもうで、スパン、スパン。私はあなたがだった、旅立ちます。こんな感じ。もう一回。ワン、ツー、スリー、フォー。八時ちょうどの、朝にもおで、私はあなたから旅立ちにタッタッタッ合ってる。同じ E7 の中でタッタジャン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 、はい、ここはがっつりこうなんかこう壮大に
決めたいところでございます。はい、これはねテンション上がるやつなんですね。はい、それ結構細かい決めも多いんですけど、やっぱ基本的にはこうシンプルで心の表現、ドンとこうドストレートにこの寂しさ、なんかこうわびしさをこう表現できればいいと思うんですけどね、やっぱ音楽にこう心を乗せてやってみようと思います。狩人のあずさ2号ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン・ツー・スリー。ねえ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 旅に出ます。あなたの知らない人と二人で、いつかあなたと行くはずだった。春まだ浅い信濃路へ行く先々で、思い出すのはあなたのことだと分かっています。その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたいのです。さよなら、いつまで経っても嫌そうにありません。私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。8時ちょうどの朝2号で、私はあなたから旅立ちやす。さよなら、いつまで経ってもとても言えそうにありません。私にとってあなたは今も青春なんです。8時ちょうどの暑さに号で、私はあなたから旅立ちます。ハリウッドのあずさ2号ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。このアルペジオでこう、この細い糸を紡ぐようなあの感じからこう、だんだん盛り上がってきてね、あのさよならはあのロマンティックな感じ、もうあずさ2号がこう雪の中をこう駆け抜ける悲しみとともに、そんな景色を思い浮かべてやってみました。皆さんこれテンションがあります。おすすめでございます。はい、どんどん歌っていきましょう。ありがとうございます。さあガズレレ最新情報です。ガズがいつも YouTube で使っているこのウクレレ、ガズのわがままウクレレ、コンサートサイズとソプラノサイズですけど、なんと本日2020年の2月1日、事前予約注文追加分、今日多分午後に開始になりますんで、ちょっと見に行ってください。ウクレレに関する情報、これはいいウクレレですから、ぜひ皆さん、しかも今回はですね、ちょっとそこで公開しますけれども、とっておきのニューバージョンの、もう超驚きのウクレレを新発売しますね。新しいシリーズの登場にもなりますんで、ぜひご覧になってください。あとはですね、ガズレレイベント情報、ドン !2 月16日。埼玉県川口市、こっちを8ビートの特訓ということでね、今も結構もうすでにお申し込みいただいてるんですけど、まだ大丈夫ですんで、で、お一人様も大歓迎で、初心者から上級者まで、本当に楽しい時間が過ごせること間違いなし、お一人様も大歓迎、もうお友達同士も大歓迎、ぜひともこれ、来てください。あと3月15日の水戸もね、ちょっと先ですけど、あります。そして今日、新しいイベント情報が公開になりました。はい、ドン!4月の4日、九州佐賀行きます。はい。
はい、その次4月の19は葛西でガズレレ開催、新しい今日公開された情報ですから皆さんよろしくお願いします。あとはね、いろいろやってます。アプリがあります。ドン、ガズレレ初のアプリ、ガズレシピ、これは皆さんご自身のスマホとかタブレットにもう間違いなく落としておいてくださいね。落とすのは無料ですから、中いろいろ探っていただいて、その中に40曲入りの楽譜の販売もあります。やり方ってこのスクロールしたり便利になってます。でこれどんどんこれからパワーアップしていきますんで、ひとまずダウンロードだけでもよろしくお願いします。あとはいつもお伝えしているこれ、リットミュージックのガズレレの教則本、これがもう大ヒット中でございます。ありがとう、4万部ですよ、びっくりです。ご活用ください。さあ楽しく皆さん音楽やりましょう。ウクレレはね楽しいね、もう本当にね最高。よろしくお願いします。さよなら。